グランパスファミリーの皆様、こんにちは。こんにちは。今回は4月10日に行われた北海道コンサドーレ札幌戦の個人スタッツを紹介していきます。では早速見ていきましょう。最初はランゲラック選手です。今日の試合では相手にシュートを打たれる場面が少なかったのもあり、神セーブをする場面もなく終わってしまいました。失点シーンもさすがに止めるのは厳しかったと思います。あえて言うならキック精度ぐらいですかね。次節の神セーブに期待しましょう。次は最近スタメンに定着した藤井選手です。藤井選手は少しずつ評価を上げていますね。現時点ではチアゴ選手よりも序列が上のような気がします。今日の試合でも前半の出来は良かったのですが、後半はミスが目立つようになり、藤井選手のパスを相手にカットされてから失点につながってしまいました。しかしセットプレーでは高さを生かしたヘディングもあり、今後は得点も期待ですね。同期の成瀬選手の移籍もありましたから、藤井選手には頑張ってもらいたいですね。次は中谷選手です。今日の中谷選手は良くも悪くもあまり目立ちませんでしたね。今年は去年と比べると失点が多いので、ディフェンスリーダーとしてなんとか頑張ってほしいですね。次は宮原選手です。宮原選手はディフェンス面での貢献はまあまあといった感じでしょうか。問題はやはり攻撃面での貢献度でしょう。トップスピードで前の選手を追い越していくこともなく、クロスは0回というデータです。前監督より縛りは少ないと思うので、負けている状況であればもっと積極的なプレーも見たいです。次は男の中の男、吉田豊選手です。吉田選手は相手選手をスライディングでファールギリギリのところで止めた印象が強いですね。攻撃面では高い位置まで行けず、攻撃の際にうまく絡めませんでした。周りが攻撃を急ぎすぎて上がるタイミングがなかったかもしれませんが、後半途中でシステム変更もあり珍しく交代となってしまいました。次はレオシルバ選手です。なんとなく周りのリズムと合っていない印象ですね。少し持ちすぎる場面もありますが、レオシルバ選手が悪いのか周りの動き出しが悪いのか両方ありそうですね。ただもったいないパスミスも何本かあるのも事実です。次はキャプテン稲垣選手です。守備はいつも通り体を張って止めていましたが、なんとなくレオシルバ選手とのバランスがあまり良くないような気がします。去年までの稲垣選手の良さがかなり薄れている印象ですね。タイミングよく上がれる時もありますが、レオシルバ選手の動きを見ながらバランスを取っている時もあります。やはり米本選手と組んでいた時のようにうまくやれていませんね。一本惜しいシュートがありましたが左足ではうまく打てませんでした。次は先頭選手です。今日は見せ場なくハーフタイムで交代でした。個人的にはボランチで見てみたいですね。稲垣選手と組んでみるのも悪くないような気がします。レオシルバ選手よりは気が利くと思うのでバランスを取ってやってくれると思います。次はマテウス選手です。今日出場している中では一番ゴールに絡めそうな選手でしたね。酒井選手へのピンポイントクロスなど惜しいシーンを演出していました。ただマテウス選手も周りと連携して崩すという場面が少ないですね。宮原選手も追い越してもパスが来ないので上がらないのかも。あと解説の方たちがよく言うのですが、マテウス選手のキック精度は決して高いとは思わないのですが、私だけでしょうか。キックの質はかなり素晴らしいですが精度はまた別だと思います。今日のコーナーキックではニアでクリアされるのが何度かありました。ただマテウス選手のボールは味方も相手も難しいと思うので何か起こる可能性はありますね。次は柿谷選手です。開始早々に裏への飛び出しからマテウス選手に惜しいクロスがありました。見せ場はそれぐらいですかね。あとは守備に追われていたので柿谷選手にテクニックを出す場面がありませんでした。去年に引き続きディフェンスで体を張るのは継続していますね。ただ私が見たいのはボールを持った時の柿谷選手なので、そういう場面が増えることを願うばかりです。次は酒井選手です。2回決定機がありましたね。1本目のヘディングが決まっていればとてもかっこいいゴールでしたね。2本目もゴールキーパーのミスを狙っていましたが惜しくもポストでした。どれだけボールを収められなくてもフォワードは得点してくれれば全て帳消しです。
だからお願いします。ここからは途中出場した選手です。では相馬選手からです。後半途中システムを変えて右ウィングバックになってから存在感が出ましたね。縦に突破してクロスを上げたり、惜しいボレーシュートもありましたが止められてしまいました。相馬選手も周りと連携して崩すことができませんね。ただ抜き切らなくてもクロスを上げれるのは相馬選手の武器だと思うので結果につながるといいですね。次は長澤選手です。長澤選手もあと少しでゴールという場面がありましたね。フリーキックから飛び込んでポストに当たったシーンも惜しかったですね。ヘディングもありましたが少しゴールまで距離があったので止められてしまいました。なかなかスタメンで出れていないのでなんとか結果が欲しかったですね。次は阿部選手です。前節は PK につながるクロス、そしてその PK をしっかり決めて完全復活を期待しましたが、今日はあまりインパクトを残せず、ただいままでにないシステム変更もあったので、今日のようなポジションなら今後出場時間も増えてきそうな感じもありますね。次は森下選手です。なんとかしようという気持ちはとても出ていましたね。相馬選手にピンポイントクロスもありましたが、ゴールにはつながらず、前節のオンゴールを誘発したスーパークロスをまた見たいものです。最後はチアゴ選手です。今日はディフェンスではなく、フォワードでの出場となりました。パワープレーをやるぞ、ということだと思いますが、なかなかいいボールが来ることがなかったですね。チアゴ選手めがけてふわっとしたボールをどんどん放り込めばいいのに、戦術の徹底が足りませんでしたね。チアゴ選手の足元に縦パスを入れた場面がありましたが、チアゴ選手の足元に入れては何もできません。高さを使うしかないのに。チアゴ選手をフォワードで使うなんて苦肉の策でしたね。今後そういう展開にならないことを期待したいですね。長谷川監督は攻撃に関してどういうアイディアがあるのか分かりませんね。サイドを突破してクロスを上げても、中で合わせるのが酒井選手以外、空中戦に強い選手がいません。酒井選手も特別空中戦に強いわけでもありませんが、サイドからの攻撃を徹底するなら、サイドチェンジしてサイドの選手がドリブルしやすい状況をもっと作るなど工夫しなければいけませんね。この際、内容に関しては目をつぶるので、とにかく勝ってください。また降格だけは勘弁です。今日はこの辺にしておきましょう。皆さんの意見も聞きたいのでコメントお願いします。それでは。次回は4月17日鹿島アントラーズ戦で動画を作る予定です。次は勝って皆さんとお会いできるといいですね。